はい、皆さんこんにちは、Kです。前回、前々回に引き続きまして、この激安1日2500円レンタカーで大阪から山口まで、サービスエリアグルメを食べながら帰ってきました。帰りは運転じゃなくフェリーで、いつものフェリーで帰りたいと思います。でサムネの通り激安で予約できまして、なんとこの車両を入れて1人7000円で帰れるという、ま、その詳細と理由はまた後でフェリーの中でお伝えしたいと思います。雪が降り始めました。あった、シティライン名門太陽フェリー。なんかフェリー見えてきたけど、何やろ。来たのが早すぎたので、ちょっと小倉によって時間を潰して受付をしてきます。マーチちゃん、長旅お疲れ。あともうすぐ、これが乗るフェリー、でっかー。サンフラワーぐらいちゃんとでかかった。地域クーポン、地域の割引キャンペーンみたいなの全国でやっとるから、本当に予約ももう結構もう席も空いてなくて結構ギリギリやったんやけど、受付完了。さすが全国旅行支援のおかげで、まあ、受付、いつもする受付と別で、ワクチン接種証明書とか、あと、陰性証明書を確認するブースが別であって、そこに行ってからの受付となって、もうほぼやっぱ満室満席やから、めちゃくちゃ並んだ。今まであんな並んだことない、フェリーに。ということで、これが、領収書券。チケットになります。1人8000円プラス大阪いらっしゃいキャンペーンのクーポンが1人3000円分なので、実質5000円かになりました。私は車、凌介は自転車で、それぞれ別々で乗りたいと思います。意味わからんのやけど、中もなんかバイキング形式らしくて、それもすごい楽しみ。バイキングめっちゃ並んでる。とりあえず宿に行きたいんですけど、上か、フェリーとは思えんよな。すごい、これさ、フェリー京都1周年らしい。ピカピカや。この通り行列しております。夕食バイキングが大人1600円、安い。朝食も750円なんや。セットになると2150円で、ちょっとお得ってことなのかな。あ、生ビールも500円なんや。いろいろフェリーでご飯食べてきたけど、結構良心的なプライスかも。ものすごい人が並んで、なんかカオスな状態でした。お疲れ様でした。では家で飲んでる方、乾杯。上りは来ない、上りは来ない。
ロールキャベツとかプチ肉まんとかもう多種多様のご飯があって、みんな山盛り取ってる。お部屋はこんな感じです。ピッカピカで広い、いい感じのカプセルホテルみたいな、明るくて、これ何気に嬉しいよな。コンセントで携帯が置けるっていう。ドリンクホルダーもあって、ハンガーとこっちに棚がある。十分背高い人でも余裕。ただいつも個室に泊まってるんですけど、このツーリストっていう一番下かなの階級、アメニティが一切ないので、歯ブラシもないし、タオルもスリッパもない。露天風呂があったんやけど、それはなかったです。でも施設がすごいきれくて、就航1年新しいだけあると思います。でも10時半過ぎたので、消灯時間ということで、ツーリストの部屋に戻って早めに寝たいと思います。で、明日南港には8時半着、朝食バイキングかな。楽しみや。に戻ってまいりました。ぜひ、シリーズ化してるので、よかったら軽バン女子旅の方もチェックしてください。いや、快適やった。では最後まで見てくれてありがとう。今回私が着てたバケットリストの情報と、保存料や添加物をほぼほぼ使ってないヤミーという冷凍宅配お弁当サービス、冷凍弁当のイメージを覆すようなボリューム満点ですごいジューシーな自慢のお弁当になってますので、それも URL チェックお願いします。バイバーイ。